はい、本日は2021年6月の3日木曜日でございます。非常事態宣言の中、USJ が復活いたしまして、3日目でございます。で、2日目の先日ですね、撮影に行ってきましたので、今日はその続きでございます。昨日はこの、池の湖畔のローズなんとかとかいう、お花の綺麗なところ、ローズなんとかって言うんですから、バラのなんとかでしょうねこれでございます。こっからスタート。で、この6月、ここら辺のバラが、花がすごく綺麗に咲いているということで、こうやって撮影してまいりました。今これはあれですけども、阪神がですね、今大変調子がいいんですけども、やはりパリーグとね、当たりますとね、ちょっと苦労してますね昨日も試合見とったんですけど、ちょっと面白いことでこんなんで息のよう成り立つなぁと思ったのはですね、昨日糸井という選手がですね、今季3回目のスタメン、初めから出てるというやつですね。でですね、糸井はね、なんとね、この3回出て、その時はね、必ずホームラン打ってるんですよ。これすごいんですけどね。でね、ということは、ホームランってことを活躍してることなんですね。ところが、その3回とも次の試合はもう控えになってるんですね。ようわからん。なんでホームランを打つほど活躍して、次控えなんですかね。要はメンタルとか言いますけども、腐らんもんやな、思ってね。もうさすがやなぁ思って、言い聞かしてるんですかね。もうおっちゃんでしたらね、今ぐらい叫んでしまいますけどもね、俺大活躍やんけ、これ以上どうせやっちゅうねんっていうね。でも人はね、黙々と次ね、腐らずに出てきてまた活躍しますから、いや大したもんやなと、もうそれを言い聞かしてるやのも大したもんやなと思ってね、不思議です。ようかとかね、それからね、昨日はね、北条がね、2本もタイムリー打ったんですけどもね、なんとね、3回目がね、バントを命じられました。大体ね、金本が監督するときに矢野と並んでね、私たちはバント嫌いですって言ってたんですよ、ほんまに。はい。相手方にね、わざわざ行って、ワンアウトを与えるようなバント戦術は嫌いですって言ってたのね、僕ははっきりとね、テレビで見たんですけどね、まあバント多いですな昨日かてね、もう盗塁してんねからね、バントの必要はないんですよ。それでもまあ、よりよく1点入るためにか知りませんけども、唯一2打点打ってる選手に引き続きバントを促すと言いますかね。でそれでね、ちょっとね、北条はね、腐ってるというよりも落ち込んでましたあれはね、間違いなく落ち込んでました。あれかわいそうでしたね、せっかくヒーローやのに。でヒーローインタビューもね、へったくそなアナウンサーがね、もう北条がちょっと間違ったことがあるんですよ。でもね、それはね、アナウンサーが悪いんですよ。はい、それをね、あ、
北条さん次です、今は先に秋山さんに聞いてますって言ったね。腐るわほんまに。だいたいですね、日本人はいつの間にか京都の人みたいになってくる人が多いですな。とにかく人に注意したがる、不思議な人種になってきてますよ。注意より先に褒めてあげましょうとおっちゃんは言いたい。あ、ここら辺で終わりかな今日は。ここで、あ、そう、このジョーズの看板で本日は終了でございます。ではまた。